FM802DJ の野村正夫でございます。オンエアが終わって、急遽やってきました稲月陰陽師なんですけれども、まさか現代とはちょっと思ってなかったんで結構楽しかったのと、あと個人的にはですね、しましまの凪さんが出ているってめっちゃ嬉しいっていうね、結構ねファンだったんでちょっと楽しかったですね。あとこれ以上無理やろっていう早替えがいっぱいあって、その間にどん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 笑いが入ってきて楽しかったですね。ぜひ多くの方にご覧いただきたいと思います。野村正夫でした。